ではでは今日はですね、すごく久しぶりにですねスイッチ決戦、前に随分もう十何年か前ですかね、なりますかね、動画をね撮ってみようと思って、スイッチ決戦から三路決戦までいろんな何種類かのパターンでね動画を撮ってるんですけど、まあそれは静止画像で、解説をしていくっていう、スタイルを撮っていたわけなんですけども、今回は実際にですね、まあ私もあの工事の方はやってないんですけれども、実際に今家にあるもので、まあね皮むきペンチで、カッター使ってみたいな、まあ本来はねちゃんとした工具を使っていただいた方が安全かと思います。ちゃんとした工事をするにはやっぱりちゃんとした、ね、道具を使っていただいて安心安全でやっていただくっていうのが、いいことなんだろうと思います、ね、ケーブルストリッパーとかもね使えば便利ですし、ね、線も傷つきにくいですしね、うん、その辺はしっかりと本当に工事やられるんだったら、揃えていただいてやったいただいた方が、まあ、まず免許を取っていただいてっていうところになると思いますが、というところで、まあ、早速始めていきたいなと思います。まあ一応これだけあれば、あのスイッチの決戦は、片切りスイッチの決戦は、決戦をして点灯テストまではできるっていうふうに思っています。まあそれでは、ね、順番は、ね、人それぞれあると思うんですけど、まあ一応これ電源側としていただいてやっていきたいと思います。まあブレーカーなんですけど、まあこれ実際に使うわけじゃ、うん、使ってみようかな。まあ、カッターでねやるので、みんな気をつけて手切らないようにしてほしいんですけど、うん、適度なところで皮むいていただいて、まあ、いいんですよ。あの DIY なので今。皮の剥き方なんて動線傷つけないでちゃんと安全にできればいいと思ってますまあ実際はねいろいろ規定があってやんなきゃいけないことはあるでしょうけれども、うん、まあ、これ参考動画なのでその辺はですね、割愛していきます。まあ甘噛みしていただいてピッて、ね、甘噛みしていただいてピッてやれば剥けますので、対応も、まあ、ちょっと使うか分かりませんけど、今これ電源が、まあね、必ずカッターの刃を自分のあの切れるところに持っていかないようにしてくださいね、しましょうね。簡単にやってるように見えると思うんですけどね、実際は注意を払ってやってますので、うん、そこはね勘違いしてこうやればスパッと切れるんだみたいな感じにならないでいただきたいと思います。カッターの使い方は本当に非常に慎重にしていただいて、ね、電工ナイフなんかもね本当よく切れちゃいますんで、甘噛みですよこれ。新鮮傷つけないようにね気をつけてくださいね、うん、でこれ両端、皮を抜けましたとまあじゃあまず基本に沿っていくとすればですね、これブレーカーの、あのついてる場所によってあれなんですけどもね、中心線ね、まあ大概白だと思うんですけど、まあね違うところもあるかもしれないけど、まあ、中心線がおまんねみ、これね分電盤によってちょっとね違ったりするので気をつけてくださいね。まあ一応今回こういう風に刺しますと、黒白だったかな、もう随分やってねえから忘れちゃったけど、まあ、これはどっちですね。まず電源を取りましたと、電源取りましたみたいな感じですね。まあ、そんなに厳しいツッコミをしないでください。
久しぶりですし、まあこの辺のことはね、ちゃんと工事士を持ってないとやっちゃいけないことなので、電源につないでると場合は、でそこはね、これを見てああだこうだ言わないでくださいね。実際に工事する人はこれを見てやる人っていうのはね、実際にやる人っていうのは工事士の免許を持ってないとできないわけですからね。まあそれ違うよっていうのはあるかもしれませんけれども、まあ実際にこれを参考にしてやる人は免許を持ってるので、自分の責任の範疇でやってください。実際に配信するときは、そうですね、ここからまあ電源を取り出したら、まあ大体ここは今 1.6 ミリ使ってますけど、普通はブレーカーから取り出すときは、普通はというのもおかしいけど、許容第1投目までは 1.6 ではなくて2ミリの2ミリを使うっていうふうに、まあ一般的にはそうなってます。これ第1投目までなので、どっかにジョイントボックスを設けて、そこから 1.6 で、配線するっていうのはありです。じゃあ、まあ、まあこれ、ここにジョイントボックスがあるとしてですね、やりましょうか。ジョイントボックスがあるとして、ここにここからここに電源を持ってきました。で、電源を持ってきたやつのところにですね、これライトですね、ライトのところへ配線をしました。うにゃうにゃうにゃって配線をしてきました。まあこれちょっと向いちゃったんですけど、電気をつけます。で、配線をしました。で、そしたらですね、もう1ゲート必要ですよね。スイッチへ行くパターン、というかスイッチへ線を下ろさなきゃいけないです。このスイッチをつけるためにですね、電源のところからもう一本線を下ろしましょう。こうですね、まあどっちでもいいんですけど、場所はね、こういう感じですね。同じジョイントボックスのところからスイッチへ行く線とライトへ行く線、そして電源の線が入ってきています。で、そしたらまあ分かりやすいように、そうですね、そしたらこのスイッチの線、まあ、スイッチにつないでみましょうかね。で、この設定の黒にしておい、黒の方を押して、まあ、差し方はあの裏を見てください。スイッチを見てください。やる人だったら分かると思うので、ね、これを実際にやってみようと思う人っていうのはちゃんと勉強してると思うので分かると思います。これで片切りスイッチはつけに、ね、電源側から下ろしてきた線、スイッチにっていう線をですね、実際キューブにつなぎましたと。スイッチキューブにつなぎました。で、そしたらですね、どう配線するか、どう結線するかなんですよね。で、僕の場合はもう分かりやすいようにですね、いつもこの第1投目から来た電源の、まあ、中心線ではない方し、まあ、ここで言うとこうですね、だいぶ端折ったかもしれないですけど、こうですね、ちょっと見えますかね、真ん中あたり持ってくれば見えるかな、電
間側から来てる黒線にスイッチへ行く黒線をつないじゃいます。ジョイントしちゃいます。まあそうすると電路的にはこっからまあ黒線からに、まあなんて表現したらいいのか、まあいろいろ突っ込みどこがあるかもしれないですけど、まあプラス電圧側っていうのかな、うん、まあとにかく電気が流れる方、今プラスの方、黒い線の方をですね、スイッチのね黒につなぎましたと。でそうするとここでスイッチ入れ切りするじゃないですか。で今これつながっちゃってるんですけど、これ今スイッチここまでで電気がここまでで止まってますと。理論上ですよ、これは理論上で、まあ決戦してないので実際流れないんですけど、入れたところでここで電気は止まっちゃってますと。入れたところでね、まあここでつながってないので、まあそれで、でまあ実際はこれでパチンと入れると、この中のねスイッチが接点がくっついて、この白の方にですね電気が流れてきますと。ピーって流れてきた、この流れてきた方をこのライトの方につなげてあげるんですね。流れてスイッチを入れて流れきてきた方を入れてあげる。で常に黒の方に入れてあげるんです。これはここでスイッチが切れてるだけなので、まあ、分かりますよね、これね、やってる人だったらね、これからやろうって人も勉強してると思いますので、この辺が。でこれつないであげると、ここの方にこの黒線これまたカーむかなきゃいけないんですけど、黒線ね、うん、まあ別にこうする必要はないんだけど、こうする必要もないんだけど、こっちにつないじゃえばいいんだけど、とりあえずこれも皮を剥いて形式的に、ね、その方が雰囲気が出るし配線してるっていう、よいしょ、ね、本当に賛否両論あって、ね、こういう動画を上げると、まあ、言われちゃうかもしれないですけど、まあ、あくまでも DIY、まあ、電気工事士の免許を持ってる人が DIY でちょっとこういう動画を撮ってみようってやってるので、この辺は、ね、参考程度にしていただくっていうところで、ね、結構ね、まあ、こんな LED でね、LED だからって舐めちゃいけないんですけどね、電気で進んで、電気は舐めると怖いので、うん、本当に、まあ、今回はですね、もう軽くやっていきたいだけなので、接点絶対触れさせないように、ショートさせないようにしてやりますと。まあそさっきの黒の線をですね、スイッチから、まあ俗に言う乖離線ですね、乖離線に黒をつないであげて、ライトへ行く黒につなげてあげて、そうするとその黒から流れてきた電気がピラメントを、黒から流れてきた電気がピラメントを通ってですね、まあピラメントじゃないかもないですけど、 LED なんですけど、中の基板を通ってですね、出てくると。それをこの、まあ、中心線、まあアースというとちょっとね誤解させちゃうといけないんですけど、この中心線をですねつないであげると、ちょっと
実際はちゃんと圧着してほし、圧着しないとダメです、うん、実際はちゃんと圧着してください。危ないので。でそうするとここでつながっている、うん、ここで電気の流れる道ができましたと。流れる道がね、フィラメントを取って、うん、できました。そしてですね、うん、まあ、このスイッチの乖離線からライトの、ね、方へ向かって電気が流れていく。電気が流れていって道を通ってきてフィラメントを取ってこの乖離線の、まあ、ところを通ってですね、この白のここに電気が到達しましたと。で持っていきますよ。このブレーカー、ブレーカーというか電源のですね、黒のところから電気がバーッと流れてきて、スイッチの方へ入っていく。スイッチの方の黒線に入っていく電気が。そしてここでスイッチを入れるとフィラメント接点がつながって、この白い方の線に電気が流れてくる。流れてきて今度は黒の、ライトへ行っている黒の線に電気が流れてくる。流れてきて、そして器具の方へ入ると、ね、自分が点灯させたい器具の方へ入っていく。そしてその中のフィラメントであったり、ね、うん、まあ、なんて言ったらいいか分かんないけども、最近は LED の中を通って、隙間の中を通って白線に帰ってくると、で白線のところへ、また電気が流れていって、こうやってさーっと電気が流れてきてですね、中心線の方へ向かっていくと。でこの線をつないであげればですね、スイッチ決戦は終わりということになります。ではですね、じゃあ実際に、じゃあ電気をつけてみる。遅いか。でそしたらですね、うん、ブレーカーをオンにします。これでね、決戦間違ってるとバチンってブレーカー落ちますので、うん、とりあえずは、まあ、スイッチ切ってあるから落ちないですけどね。でスイッチ入れると間違ってるので、ね、落ちますので、ブレーカーで、ここでスイッチを入れていきますと。あら、どうでしょう、つきました。まあスイッチ決戦ってこんな結構単純なことをやってるんですけど、やっぱり勉強しないとね、なかなか実践をしていないと簡単にはできないので、うん、ね、久しぶりに工事やるってなったら、ね、あ
どうやったっけなって思い出す、そのに時間かかったりとかね。まあスイッチ決戦ぐらいだったらもうね、忘れなく、片切りスイッチだったらねそんなに忘れなくなりましたけど、実際三路決戦とかってね、まあ、スイッチ決戦がで基本ができてればそんなに難しくないんだけど、できてても、まあ僕です、僕の場合ですよ、結構あれどうだったっけってなっちゃう、ね、三路決戦結構長いこと工事やってても離れるとあれどうだったっけってなっちゃう。まあ頻繁にやってればそんなことはなかったんでしょうけどね、まあ工事、携わる工事によっては三路ね、そんなに携わんない電気屋さんも多いですよね、やることによっては。まあリフォームなんかやってたらね、結構リフォーム新築やってたら結構携わるかもしれないですけど、改修工事とか、どうなんでしょうね、最近やってないから分かんないですけど、ね、なかなかやらなくはなったんじゃないかな、三度も、やらなくはなったっていうか、まあやる頻繁にやり、そうですね、やらない人もいるんじゃないかな、そんなに三路決戦いきなり三路やにしてくださいって言われても、なかなかえってなる、どうだったっけ、えとはなるかないかもしれないけど、どうだったっけってなることを結構戸惑ったりするかもしれません。まあ、ここまでできていれば三路決戦っていうのは、そんなに難しいものではないと思います僕は。というわけで、カチャカチャと今日はスイッチ決戦、片切りスイッチの決戦の、まあ本当超基本みたいなところをやってみました。まあ、賛否両論あると思いますけれども、ぜひぜひですね、温かい目で見守っていただければと思います。本当参考動画としてやってるので、細かいこと言わないでくれたら嬉しいなと思います。ではでは、また機会がありましたら、次の動画を撮っていきたいと思います。以上です。ありがとうございました。ご視聴。